はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。今日の動画ではこれから平屋を建てようと思っている方に向けて、平屋専門店ならではの、一人暮らしで住むんだったらこれぐらいの大きさがいいよ、二人暮らしで住むんだったらこれぐらいの大きさがいいよね、さらに平屋を作る場合の間取りの考え方、そして最後に平屋のこんな建て方はねやめておけっていう部分をご説明していきたいなと思います。まず一つ目なんですけど、平屋を建てようと思っている方、今この動画を見ている方、何歳ぐらいの方ですかね。まあ、このチャンネルをね見てくださっている方のボリュームゾーンっていうのが40代から60代なんですね。そしてコンパクトハウスを専門にご提案している当社 S クラフトなので、皆さん小さめの平屋を求めているっていうのが大前提にあります。そしてもう何百組とお客様とこうヒアリング打ち合わせを重ねてきて、そこから導き出した女性一人暮らし、男性一人暮らし、そして二人暮らし、そこに合う大きさのものはどれぐらいなのかっていうのをご説明します。例えば今賃貸にお住まいで、まあ、その賃貸が 2LDK とか 3LDK とか、その賃料を、まあ、これからもねずっと払っていくってなった場合に、同じ賃料でマイホームが手に入るんだったらマイホームの方がいいよねっていうことで、一人暮らしの方も今こういろいろ動いている状況が結構大きいかなと思っています。例えば、まあ、60歳になって70歳になった時に賃貸をずっとそこに住むのか、もしくは借り換えるのかってなった時に、年齢がいってるとその賃貸の契約が難しかったりするっていう現実があるんですよね。そういったことも含めて毎月の家賃を払っていく分で念願のマイホームを手に入れられるんだったら、小さくてもいいからマイホームを建てたいっていう方が今増えていると。そしてそれが例えば男性一人暮らしとなると、一番人気なのが7坪から、まあ、10坪ぐらい、この大きさが一番ボリュームゾーンになってますね。7坪ロフト付きとか9坪ロフト付き、10坪平屋とか、まあ、この辺が男性一人暮らしには人気です。そして女性一人暮らしですよね、ここはもうピンポイントで12坪っていうのが人気ですね。これ不思議なんですけど、12坪もしくは13坪、別にロフトはなくてもいいっていうのが女性の特徴かもしれないです。ロフトをつけるんだったらランドリースペースをつけたいっていうニーズが一番多いですね。そしてまあ2人暮らしですよね、当社で建てるお客様の多くは40代からまあ60代になってくるので、子育てが終わってとか、もしくは今住んでいる大きな家マンションを売却して移住するとか、その分まあ広い土地を購入して建物はまあコンパクトでもいいと、まあ、理想のねスローライフを楽しみたいなっていう方が多いのかなと思います。人それぞれね本当にいろんな事情があって家を建てるわけなので、一概にどれがいいとかっていうのは難しいんですけど、今までの傾向からいくと2人暮らしで一番人気なのは、15坪から17坪ぐらいなんですね。15坪でしかもロフトとかつけてあげると、まあ、2人で住むには十分と。ただ来客が多いとかってなってくると、これまた別の話になるんで、もう一部屋プラスで必要になる、もしくはリモートワークを中心で、まあ、家でねいる時間が多いよっていう方はやっぱりもう一部屋必要になるということで、18坪から20坪この辺が結構人気なのかなと思います。まあ、それでも2人暮らしで13坪ロフト付きとかでも全然住めますからね。要はどのようなライフスタイルを送るか、物が多いか少ないか、まあ、この辺になってくるのかなと思います。そして間取りの考え方ですね、これはもう建築会社によっても違うし、建築士によってもまるっきり違うので、この間取りに関しては正解はないです。ただ当社が考えている間取りの考え方、一番はとにかくリビングを上手に共有するっていうことなんですね。そのため玄関を入って扉がないっていうのを大前提に考えてます。まあ、例えばこれコメントでねよくいただくんですけど、玄関入った瞬間にもう壁も扉もない丸見えってそれどうなのって、
て、それは今まであなたが暮らしてきたライフスタイルがそうなだけであって、それと違う暮らし方もあるんですよっていう提案なんですね。それにはまらない人は、まあ、壁作ったり扉つければいいだけの話であって、あくまでも初期の提案としては壁をできるだけ少なくして扉も少なくする、その部分空気をうまく循環させてエアコン1台で快適な空間を作ると、まあ、そうなってくるとどうしたってリビングを中心に動線をねこう回すようになるんですよ。水回りは全部つながってる方がいい、さらにそこにランドリースペースがあってとか、収納がウォークインクローゼットは一坪ぐらいあるといいとか、さらにもっと収納あった方がいいとか、まあいろんな要望はあるんですけど、それ全部詰め込んでると結局のところ20坪ぐらい必要になったりとか23坪ぐらい必要になるっていう話になってきちゃうので、そういうこともあってこの YouTube チャンネルでは不定期なんですけどいろいろアンケート取ってますよね。前回のアンケートではこの念願のマイホームを建てる、この中で一つだけ選ぶとすればどれ選びますかっていうアンケートを取ったんですよ。一つ目は床のグレードを上げて無垢フローリングにしますと。二つ目は、水回り設備のグレードをハイグレードのものに上げる。三つ目は平屋なんだけどロフトをつけると。四つ目はサウナ部屋を作りたい。五つ目は太陽光パネルを載せる。この5つの中から1択だけ選ぶとすればどれに投票しますかっていうアンケートをやったわけです。1番は平屋にロフトをつける、これが一番人気でした。で、2つ目ですね、やっぱりここが皆さん求めているところなんだなっていうのが水回りのグレードを上げるっていうところですね。平屋にロフトをつけるっていう考え方も当社ではもうごくごく普通のことで当たり前すぎるんですけど、他社さんだと、まあ、その提案がねあまりなかったりとか、ロフトがついてもはしごだったりとかね、そういう感じなので、今まで皆さんが平屋にロフトつけるっていうのはどうなの、メリットあるのぐらいに思ってたと思うんですけど、過去の間取り考察動画とかモデルハウスの内覧動画とかを見たことでやっぱりロフト欲しいよねっていうことになったのかなと思います。で、3つ目の話ですね、こんな平屋はやめておけっていうのなんだけど、これは、もうはっきり言えばローコスト住宅はやめておけという部分ですね。で、ローコストメーカーが悪いとかそういう話じゃなくて、安い部材を使うのが良くないっていうことですね。安い商品をうまく仕入れて使うのはいいんだけど、最初から安いもの、例えば B 級グレード品とかっていうのもね出回ったりするんだけど、そういうのを使ってしまうと最初は安く抑えられるんだけど、結局、まあ、何年後かに床の表面がすぐボロボロになってきたんで床のリフォームが必要になるとか、安い外壁を使ったから他の家よりもなんかうちだけ劣化が早いなとか、屋根も同じ、結構こういうお宅見ると思うんですよ。本当に最初ローコストで建てて、その後のメンテナンスは別に考えないっていうんだったらローコスト住宅でもいいし、暮らし方にそんなこだわらないで、ただただまあ家としてね住めればいいぐらいの方だったら、そのローコスト住宅っていうのもありかなと思います。ただ結局のところ1000万円の家建てるのも1200万円の家建てるのも払う方からすればもうものすごい大金なわけじゃないですか。ただその200万円で暮らし方、住み心地が大きく変わったり、家に対してのストレスがあるかないかとか、あとはメンテナンス考えた時に、本来だったら10年とか15年先のメンテナンスが5年後とかに必要になったりっていうのを考えると、結局ローコスト住宅って後々お金かかるんじゃないのって自分は思うんですよね。まあ、結局のところ住宅ローンを組んでじゃあ家を建てようってなった場合に、毎月の支払い金額をできるだけ下げたいと、その分ローコストの住宅にする。一方毎月の支払い金額は今までの賃貸の家賃よりもちょっと上がっちゃうんだけど、しっかり快適に暮らせて、しかも建物のメンテナンスがローコスト住宅よりもかなりで長くなるって考えた時の費用対効果とか自分の価値観っていうものを考えると、どっちがいいのかなっていうところかなと思いますね。そしてそのアンケート結果でも現れた水回りのグレードをできるだけハイグレードに上げたいっていうことは、これそのローコスト住宅っていうのと考えた時に非常に矛盾するわけですよね。結局のところ、まあ、一つだけ選ぶとすればその水回りのグレードを上げたいとかロフトをつけたいっていうところなんですよね。それってその建物がもう快適に暮らせるっていう多分皆さん前提になってるんですよ。なので標準グレードの水回りよりもちょっといいキッチンを入れたいとか、お風呂をねちょっとグレードいいものにしたいとか、トイレをタンクありじゃなくてタンクレスにしたいとかっていう部分だと思うんです。
まあ、そうは言ってもお金がねかかってくる部分なので一概にうちはグレード上げましょうってわけにいかないんですけど、もう本当にその床のグレードだって何でもいいと、断熱の性能だって別に住めればいいと、建物のメンテナンスだって別にねもうやらないからいいよ、だその代わり本当にローコストで建てたいっていう人はそれこそローコスト住宅を専門でやってる会社にもう駆け込んだ方がいいんじゃないかなと思います。もう建物って本当にその外観もそうなんですけど、内装の仕上がりとか床の色一つにとってもそう、その人の価値観で出来上がるものなんで、お金のかけ方もそうなんです。本当に大手ハウスメーカーとかで ものすごい建物を建てると、でも建築屋さんでも同じような建物は建てることができるわけですよね。ここで違うのがやっぱりそのブランド力だったりとか、あとは安心感なんですよね。そこでプラスアルファの費用がかかってでもそっちに建てたいと、その逆を言うと本当にねなんかよくわからないような建築屋さんでは建てたくないなっていうのが本音なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日のまとめです。1つ目、一人暮らし男性に一番人気なのは7坪から10坪ぐらいの大きさ、しかもロフト付き。一人暮らし女性で一番人気の間取りは12坪、ランドリー付きですね。二人暮らし一番人気は15坪から17坪、ちょっと余力を持って20坪っていう方も結構増えてはいます。そして2つ目、平屋の間取りの考え方ですね。できるだけコンパクトな平屋を建てたいんであればできるだけ壁を少なくする、そして扉を少なくする、それイコール空間がオープンになるんで、それが嫌だよっていう方は壁つけたり扉をつけたりすればいいだけの話、ただそれはプラスアルファの費用がかかってくると。3つ目、こんな平屋はやめておけっていうのは本当に自分が何のこだわりもなく価格を安くするだけで建てようとすることですね。それをやってしまうと早い段階できっとね後悔すると思います。ああもうちょっとここお金かけとけばよかったなとか、あの時ここをこういうふうにしとけばよかったなっていうのが家作りでは必ず出てくる部分なんだけど、それが結構早い段階でいくつも出てくると思います。まずはこの3つですね、これを前提にしてこれから家作りをねしていこうと考えていくのはいいんじゃないかなと思います。これから全国で S クラフトの平屋コンパクトハウスが建てられるようにするために、皆さんの平屋を建てたいっていう声をねたくさん欲しいんです。どんどん集めたいんです。ということで概要欄のリンクからご相談お問い合わせお待ちしております。そしてチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。では